今日のスワローズ先発は背番号019の下がマウンドに上がりました。まあ、ツーアウトの後益子にヒットを打たれたんですが、4番に入った松尾志音を変化球で空振りの三振に取ります。まあ、立ち上がりしっかりとゼロで抑えました。一方ベイスターズの先発は2年前のドラフト1位ルーキー小園がマウンドに上がります。今シーズンイースタンでは初登板。奥村を見逃しの三振、そして山崎をサードゴロ、さらには当たっている太田健吾に対しても見逃しの三振と、こちらも立ち上がりしっかりと3人で抑える見事なピッチングでした。さあ2回の表ゲームが動きます。ツーアウトを取ったんですが、茅野のフォアボール、そして藤田、勝又、村川とヒットで出て満塁のチャンスで西牧が右中間真ん中を破る走者一掃となるタイムリーツーベースヒット。その後も得点を重ねて追加、5点です。一挙5点奪ってリードを広げます。4回の裏スワローズ、太田がツーベースヒットでチャンスを作って、竹岡がセンター前のタイムリーヒット。竹岡はつい先日一軍登録を抹消されたばかりです。さあ5回の表、先頭バッターヒットで出るんですが、小深田を見事セカンドゴロダブルプレーに打ち取ります。いいポジショニング。まあ、2回に5点は失ったんですが、その後はゼロで抑えました。5回の裏スワローズ、小園を攻めます。まあ、途中出場の沢井がセカンドへの内野安打、これがツーベースヒットになったところで小園が降板、ピッチャー変わります。さあ池谷に変わるんですが、太田がレフト前のタイムリーヒット。さらにこの後池谷の牽制悪送球もあってランナーに三塁に進めて、松本優のレフトへの犠牲フライで5対5の同点に追いつきます。さあ5点差を序盤前半で追いつきました。スワローズピッチャーが鈴木優太がマウンドに上がるんですが、フォアボールの後ランナーを出しましたが、しっかりとここはゼロで抑えます。再び支配下を目指す鈴木優太です。そして7回には今度梅野がマウンドに上がるんですが、ワンアウトの後西牧にこの右中間を深々と破られます。俊足の西牧が一気に三塁まで行きます。スリーベースヒット。そして3番の益子がセンターへ、これが浅い犠牲フライ、浅いフライでしたが西牧懸命に走って勝ち越しのホームイン。今日の西牧はツーベースヒットとスリーベースヒット、長打2本と大活躍。さあ6対5とベイスターズが1点勝ち越します。8回です。スワローズ変わった宮城をワンアウトの後、松本優、そして北村とヒットでつないで松井翔がセンター前の逆転タイムリーヒット。ここは見事な攻撃でした。3連打で逆転に成功、7対6。そして9回の表はケラがマウンドに上がります。まずは相原、そして代打の蓮と連続三振。村川にはヒットと盗塁で三塁まで進められるんですが、最後西牧を空振りの三振に来て取りました。7対6、接戦をものにしましたスワローズが昨日、今日と連勝となりました。